はいどうも、チャンネル隊長の隊長です。久しぶりに嫁のインプから失礼しております。まあ、ここ最近ちょっと僕らサバゲばっかりでね、ちょっと車の方ちょっとやってないんじゃないのというね、あの声がちらほらと耳に届いておりましたが、天気なんですよ。車系の動画やるときって大体このお外で撮るじゃないですか。雨降られちゃうとね、動画撮れねえんだよ。だからこの季節ちょっと本当マジで天気の影響で動画の思考変わるんよ。すまんやで。はい。というわけで今日はね、晴れたので、久しぶりにちょっと嫁車勝手に改造したいなと思います。今回何をやるのかと言いますと、前回嫁の車にカーテジランプつけましたよね。ね。ここ。どうしてここにつけることになったのかと言いますと、この車と、この車のこのドアの間のこのチューブあるんですよ。皆さんのお車についてると思うんですけれども、はい。あそこの径がめちゃめちゃ細くって、配線が通せなかったんですよ。で、結局、配線が通せないので、もう仕方ないので、もうあそこにつけたといった、そんな感じで、はい、終わったんですけれども、今回ね、そんな僕みたいな、もうあの線通すの大変で、もう、カーテジランプつけたいけどつけないっていう人にね、ぴったりな商品が、A門から出とったんですわ。はい、こちらでございます。はい、A門LED 用電源ボックス、MAX 120mAh、電池式、スイッチ式、単三2本で使えるよという、まあ、ちょっと開けてみましょうかね。はい、はい、内容物はね、この3点でございます。線、両面テープ、電源ボックスでございます。単三2本で動きます。はい、まあ、これ結局何なのかと言いますと、電源の線がね通せなかったわけじゃないですか。だったら電源をねもう直接作ってやろうと、そういったものでございます。もうこれが電源です。もういちいち車の線から割って電源を取らないといけないってことは、もうこれがあればないです。電池さえあればできちゃう。まあ、ここで電源確保できたんだけど、じゃあ肝心のスイッチはどうなんのと、まあ、ここにもうねスイッチがあるんですけど、ドアを開けるたびにここスイッチ押すんかと。ね。そう思われた方多分いると思うんですよ。安心してください。はい、こちらドーン。開閉連動スイッチ。こちら A 門さんからまた A 門が出てました。はい、マグネットスイッチでございます。これ何かと言いますと、これ磁石になってます。磁石がくっついてる間は電源がつかないんですけど、磁石と磁石が離れた時に電源が入るといった、そういったスイッチでございます。つまり、これは車側に、まあ、磁石つけて、で、ドア側にこっちの反対側のスイッチをつける。となると、ドアが開閉するたびに、電気が流れる。というスイッチでございます。はい。もちろん書いてあるんだけど、はい。で、ここの LED。これ、ちょっと今回ね、ちょっと面白い LED が Amazon で、たまたまセールで安く売ってたんで、ちょっと買ってみました。こちらで、あ。はい、こちらです。ドーン。カーテシランプでございます。見てください、この写真。これね、すごい2色になってて、下側が白、で、端がね、赤なんですよ。なんで、これで足元も照らせるし、おまけに、後ろにね、危険をお知らせすることができると。はい、もう、かなりの優れもの。こんなちょうどいいもん売ってんのってびっくりしちゃった。ね、じゃあちょっと開けてみましょうかね、開封の儀。こちらでございます。はい、2本セット。はい、2本セットでございます。はい、ラブ。1メートル20センチあります。で、こういったね、チューブタイプになっています。一応防水なのかな？一応防水って書いてあるけど、この手のやつって信用できんからね、なんとも言えないですよね。はい、というわけで、じゃあ早速ね、つけていきましょう。ドアのね、どこがいいかな？ここだね、ここにこう、あ、でもここロックあるもんな。どこがいいかな？ここからずらーっと、こう、貼っていこう。はい、こう貼る場所はね、シリコンオフなどで、拭いて、よく脱脂しておきましょう。ね。しとかないと剥がれてきちゃうからね。はい、そしたらね、この両面テープ剥がします。この両面テープどうかな？ちょっと、耐久性が心配だな、これ。LED 貼りました。ただ問題なのがさ、これかなり分厚いんですよ。ちゃんとドア閉まるのかこれ、心配になってきたぞ。ちょっとドア閉めてみよう。あ、 OKOKOK、 あ、大丈夫です。ドア閉まりますね。はい、そうしたらですね、この LED のこの終点のこの出てる線、この線にですね、この付属、この電池ボックスに付属されついてきたこの配線をつなげます。まあ、今回はね、うちにこの擬宝珠端子めっちゃ待ってるんで、これで止めたいと思います。はい、端子をつなげました。はい、プラスマイナスを間違えないようにつなげます。はい、つながりました。そうしたらですね、はい、もう電池入れました。はい、この電源ボックスのこちらですかね。
あ、これ違うわ。あ、やっちまった。これ、あ、違うわ。間違えた。間違えた、これ。こっちか。え、じゃこれ、あっち、皆さん間違えました。最悪、これ必要ねえわ。マジか。え、めちゃめちゃ簡単だろ、これ。間違えました。こっちですね。ここに、くそー。もう人生間違えて、間違えっぱなしだよ、ほんと。くそー、楽しく切る必要なかったっすね。くそー。やっちまった。いけ。入れ。よし。電源ボックスつながりました。これでね、通電するかちょっとチェックしてみましょう。いきます。スイッチ、オン。おーおーおーおお。お、すげえ。パチンコ屋みたい。すごい。あ、すごいっすね。流れますね。え、すごい。で、こっちは、足元は白く光ってます。昼間でも全然目立ちますね。すごい明るいっす。はい、そしたら次はいよいよこちらですね。開閉連動スイッチ。これをつなげていこうと思います。末端のこの端子をここに挿します。はい、今マグネットスイッチ今、くっついてるんで、いわばドアが閉まってる状態です。で、ドアが開きます。はい、着きました。うん、着いた。で、これでオフ。あ、こういう向きですね。皆さん向き気をつけてください。こういうことですね。だってこう動くんだね。こう。あとはドアが閉まるときに、まあ、ちょうど重なる場所を、探してこういった感じにね、もしくはこういった感じに貼り付けましょう。できました。めちゃめちゃ大変だった。もうね、電池ボックスがどこにも入らんのよ、マジで。で、スイッチのね、もう位置もなかなか定まらなくて、めちゃめちゃ時間かかっちゃった。で、しかもほら、スイッチさ、ドアに挟んでさ、飛んでった。事件です。スイッチ先端がちぎれて飛んでいきました。最低、マジで。どうするのこれ。この動画どうなる？最悪ですね、これ。だから、助手席側のやつね、結局使っちゃったんで、助手席をできないんで、ちょっととりあえず、まあ、今回はね、運転席側だけということで、はい、行きたいと思います。はい、もう見てください、これここにつけました。ここ、はい、ここで扉を閉めるとオープンになると。はい、まあパッと見目立たないからね、うん、まあいいかなと思います。はい、というわけでね、まあいろいろ大変でした、本当に。ちょっとね、僕一つ文句言わせてほしい、マジで。マジでエモンさんに一つ文句言いたいのがあります。はい、この電池ボックスなんですけど、これ皆さん見てください。これスイッチね、これでオンで、こっちオンになると、あの外部のスイッチが無効になっちゃうんですよ。こっち側のこのスイッチになっちゃうんですよ。だからこれしまうときに、これスイッチめっちゃ緩いんですよ。なんでちょっとした衝撃でこれがねオンになっちゃうんですよ。なんでこれ逆にしてほしいね。逆か、もしくはなんか爪にしてほしいです。これ非常によろしくないですね。ドア閉めるたんびに位置が悪いとこれがねすぐにオフになる。本当にすぐにオフになるから。で、あれ、なんかスイッチ調子悪いのおかしいなと思ったら、もうこいつがもう押されちゃっててスイッチが引かなくなってるとかね、多々ありましたので、はい、もし A 門の、関係者の方、見られてる方がいましたら、よかったら、はい、反映してください。というわけで、まあ、暗くなったらね、ちょっと、嫁に見てもらいたいと思います。薬局には売ってるよ。後で行こう。ないよ。お米買いに行こう。うん、あ、ごめんなさい。すいません。めちゃめちゃ、もう始まってますよ。お米買いに行く話、世界中の皆さんに、バレちゃった。蚊がやべえな、虫。すごい。虫寄ってきちゃった、この光に。はい、どうも奥さん。はい、こんばんは。こんばんは、ゆめです。はい、もうこの感じからだとわかるよね。ライトでしょ？まあ、ライトですね。ライト。いや。まあね、今日はね、Wi-Fi 飛んでる？ Wi-Fi 飛んでる。今日は何？今日はね、この前、カーテシランプやったじゃないですか。やったね。で、あれ、結構、ほら、あまりちょっと、蚊が来る。
はい、あの、はい、すいませんね、あのほら、はい、カーティシランプつけちゃうじゃないですか。カーティシランプ、はい、でもあんまりほらね、思った場所につけなかったんですけど、そうだね、今回ちょっと頑張ってリベンジしました。おお、ちょっと見てほしい。今回ばかりは多分感動すると思うのよ。本当に、うん、これですわっていう感じになると思うんですよ、うん、はい、じゃあちょっとまず、じゃあ明かり消しますよ。はい、開けるよ。はい、開けるよ。はい、オープン。かっこよくない？めちゃめちゃ目立つだろう。めっちゃ目立つけど、え、これずっと動くの？あの、ドア開けてる間は。え、うざうざい？え、うざいっすか？いや、安全性を持って。いや、安全って安全だけどさ、はい、ドア開けたままなんかやるときとかめっちゃうざいやん。まあそうだね、パチンコ屋の看板みたいな。チカチカ嫌だな。赤いの流れるのはいいけど、うん、この最初の白いチカチカめっちゃ嫌い。本当だね、白い方までチカチカするんだね、これ。そう、なんで白いとこまでチカチカさせたんだろうね、これ。白いチカチカちょっと嫌いだな、私。え、これはすごいと思うよ。お、目立つでしょ、うん、もう一回電気ですよ。ドア開いてるので、あ、すごいすごい、なんかあるんだなって。うん、本当だ、足元の白いのチカチカせんでほしいな、これ。うざいよね。本当だ、だよね、これ。ウルトラマンかな、これ。3分で帰らなあかんやつじゃない、これ。ちょっとこれ嫌だな、ちょっと嫌だね。ここだけだったらよかったのに。ここだけだったら星5だよ、ね、めちゃめちゃいいもんね、これ。めっちゃ目立つ。前回さ、うん、ここにつけるとさ、ここがドアだと思ってぶつかりに来られちゃうよってね、うん、言われたけど、これならもう言われんでしょ。もうさすがに言われないでしょうね、うん、はい。白嫌ですね。白嫌ですか、うん、じゃあ黒いビニールテープで隠しときますか。そうだね、ダッサ。でもほら足元がさ、ほらだいぶね、ちょっとできればずっと点灯しててほしいんだけどね。そうだね、ちょっとチカチカはしない。なんでチカチカすんの、ここ。ちょっと何考えとんの、これ。点灯じゃなくて点灯だったら星5だった。ほんとだね、ごめん。そう、これのせいで今回あの星4だった。星4、はい、残念です、はい、はい。でもこれは仕方ないですわ、うん、うん。え、でもここはいいよね、これいいよね、だいぶ。ちょ、連動しないで。ちょっと触れてると連動しちゃう。うん、連動しないで、連動。うん、連動しちゃう。はい、というわけで今回ね、カーティシアンブリベンジしました。はい。はい、あの今回ね、使用した道具はですね、動画の概要欄にありますので、うん、私もやってみたいという方がいましたら、ぜひ購入してやってみてください。はい。はい。これリベンジするの？うん、もう満足して。もうやりたくないこれ。心の声が出てしまった。ビニールテープね。うん、はい。はい、それでは皆さん、万全に。はい、万全に。バーイ。